はい、こんにちは、ピクチャレスクです。ご覧いただきましてどうもありがとうございます。よろしくお願いします。今回はですね、洋服とちょっと運動っていうのを結びつけてみたいと思いますね。よろしくお願いします。えっとですね、私もですね、毎日ね、運動は、あの、決めてやってきてはいるんですけれども、 いいことですねずっとそういうエクササイズっていうのを毎日続けるっていうことを意識してまあ結果的には続けられないこともあるんですけどあのちょっとできなかったりとか夜遅くてできなかったとかあるんですけど毎日やろうとして計画立ててあのほぼほぼやっていった中でですねあのただその思うことあその思うことっていうのなんですけどあの結果としてはですね一つだけのことではない な,んかなかなかそのスリムになるっていうことって難しくていろんなことのね混合だと思うんですよねでちょっと一歩もまたその一歩も踏み出したような感じの、えっと、ことがあった時にスリムになったなと感じるっていう一瞬のその、ね、期間の時でもそういうのっていうのはなんか混合なんですよね毎日続けてるエクササイズは当然ベースとしてはそれもあのないとやっぱりあの ぷくっとなっちゃうと思いますし、それに加えて、例えばね、自転車ってなんか結構よくて、なんかお腹の、あの、やら、あの、足腰のあたりがスリムになるっていうのには結構効果的で、あれをなんか漕ぎ方一つもちょっと違って、あの、ゆったりと漕ぐよりも、割と、あの、運動してるかのような感じの漕ぎ方っていうのがたまたまあった時の結果で、そういうのが続いて、なんとなくそういう、 なんか、お仕事でもそういう用事があった時の期間があって、結果的にって感じになるし、あの、やっぱね、一年ぐらいかかる感じがしますね。なんか、あの、ちょっと感覚としては。そんなすぐに、一ヶ月や二ヶ月で、わーって効果があることではなくて、あの、そんなに意識してなくて、自然にやってることですから、特になんですけれど、だからこそかもしれないんですけどもね。なんか気がついたら一年後に何か、あの、ちょっと効果が出始めたのを感じたりとか、そういう感じのものなので、なんかね、 ちょっとそういう積み重ねっていうのが大事なのかなとは思っていますね。なんか短い期間であのお手軽にって感じではないと思うんですよね。よくいろんなことで歌われてはいますけど、実際の話そうではないんじゃないかなと思っています、私はですね。でと、今回はそのスリムになった時に洋服も自然とですね、やっぱり誰でもですね、あの洋服って結局ですね、 あああのののラインを出すすとかあの見せるものであるもででんよねね本来ねそうするとなんかちょっと太っちゃったからダボっとしたやつで隠したいと思っていたところからの変化でスリムになった時っていうのはなんかこんな感じの変化が出るからまずね一つなんですけどラインのある服をチョイスできるようになるもんだからなんか本当今まで選ぶ時にそのこの こと気にして、ライン出るとちょっとまずいみたいな感じなのから、出ても大丈夫とか、シェイプされたのがもちろんかっこいいに決まってますんで、このね、X っていう、X 字というか。なので、こういうなんか、あの、シュッとなったような、あの、フィットしてちょっと、あの、細いとこを強調されるみたいな、ウエストとかですね。なんかそんなようなのを選びがちになることができる。選ぶことができるようになるかなと思う。 いいうこととが一つあるかと思いますなのでワンピース一つにしてもダボッとしたワンピースだったのがなんかもともとぴったりと作られているワンピースに移行したりとかそういうのもにもあの幅が広がったってことですね結局ね選択肢が広がるんですよだからといってあのダボっとしたやつもあの切れるわけであのなんかほんとそういう意味では幅が広がる切る 着る物の,の幅が狭かったのが広がっていくっていう点でのメリットがあるですね。スリムになった結果というのをですね、その一つ、こういうラインのことっていうのがあると思いますけど、で、もう一つですけど、意外とこれですね、パンツです。まあ、こういうワイドパンツにしても、あの、細まったパンツにしても、いずれもパンツという分野は結構ですね、あの見えないところで、あの、 履けなかったりするんですよなんか履けそうで履けなかったりするだけれどもスリムになるとウエストとか特にねヒップの点とかをがなんか自然になんかあのいい感じでお肉がそぎ落とされて なんかね、スリムになった時に履こうと思うものの一つにパンツもそうなんですよね。パンツも意外と履けなくて、やっぱりスカートの方がふんわりしているので、あの、お尻が関係ないって言えるのかな結構広がったスカートだと。なのでウエストだけ気にすればいいから、スカートの方が選択肢が広いんですよ。あの、その、痩せてもね、ちょっと、あの、増えたなって、体重増えたなと思ってもそうなんですけど、 このパンツが履ける、パンツをね、よりチョイスすることになるっていうのは、スリムになった証拠かなって私も思いますね。 なんかね、あの、二つの箇所がいるんですよ。なんかまず最初の関門として、パンツって下から履いてきますよね。その時に履く時のウエストの前に、ヒップの周りとか、ももの周りですね。あのあたりで引っかかって履けないことがあるんですね。小さいやつの場合、サイズが小さかったりとか、自分が大きくなっちゃって、その、サイズオーバーになっちゃったりした場合に、そう、そう感じます。で、第二関門、最後のとして、えーと、ウエストなので、ということになるのでね、まずは、あの、 ヒップのかもなんか第1かも第2かもってあるちょっとなパンツってそういうなんか履いていく段階でそういうのあるかなと思うんですよねなのであのパンツが履けるということは結局はあのスリムになったと言えるっていうことの一つにもなるかなと思うのでまたこれも幅広がりますよねスカートだけだったのがパンツも行ってみるみたいな感じであのいろんなアイテムをあの切っていける楽しさが。 生まれるのかなと思いま,すまあ好みもあってスカートが好みだとかパンツだけが好みだとかいろいろあるとは思うんですけども、まあ、そういう感じでスカートよりはパンツの方が実はあの結構あのラインそのねあの狭いところを履いていくような感じになるのかなと思っていますのでね、まあ、当然かもしれませんけどね。ということで今回はエクササイズとかとあのエクササイズをして運動をしていって でスリムになっていくっていうことの目標とそんでその効果によってですね洋服の幅広がるかなっていうそんなお話でしたありがとうございました。